生活習慣は、コメント多かったら何でも足受けなかったの、女性メンバーを入れる予定です。はい、ハローで始まりました、むちゃチャンネル。さあ、今回は三郎の宮崎翔太です。はい、よろしくお願いします。はい、今回は宮崎翔太からお知らせがあるということで、はい、どうぞ。申し訳ないんですが、あの坂上さんでした。なんで坂上さんも知らないか。第二の坂上オーディション、すいません、坂上オーディションをちょっとこの度脱退しようと思います。はい、ということで、なぜですか。ちょっとコメント欄で、あの容姿に対するコメントとかがちょっとすごくて、それがちょっとどうしても頭の中に反復してしまって、勉強が正直言って全然できない状況になって、うんうん、それで脱退させていただこうと思います。はい、ということです。はい、ではまあ、そう、コメント欄気にするなって言ってもまあ無理ってことですね。はい、学力の面はどうなんですか。学力に対してはいいのじゃ、別に。学力に対しては正直森哲先生にいろいろ教わったじゃないですか、うん、前の動画で、うん、それでちょっとこのままで自分でまたやっても失敗してしまうなと思ったんで、うん、もう一回一から塾ってか導いてくれる人を正直探して、うん、そこで頑張っていきたいなと思ってます。うんうんうん、それは何か考えてるんですか、これどうしたらいいとか。いや、あの塾の面談みたいなのに行って、一番いい塾を見つけて、それでちょっと時期的には遅いんですけど、うん、入ろうと思ってます。ああ、なんかいろんなところに行くってことね。はい、なんか考えてるところあるんですか。今のところ本当に早稲田合格塾とか、はいはい、河合塾、はい、あと寸大、うん、もういろいろ見に行ってみようかなと思ってて、うんうんうん、あ、今もう始まっちゃってるね、河合とか寸大って。それ分かんない、どうなるんだろうそれって。もう埋まってるクラスとかもあるけど、それどうするの、何コースとかさ。いや、だからそういうの聞きに行ってちょっと決めようかなと思ってて。うん、ね、もう早稲田も埋まっちゃってるからね。あ、そうなんですか。うん、いっぱいで定員。あ、そうなんですか。うん、まあ、とりあえずなんとか探して頑張っていこうと思います。うんうん、あ、じゃあコースとかも何も考えてないわけですね。正直言ってまだ何もそこら辺は考えてません。でその後、そのずっと勉強はできてないわけですか。あの前回の撮影から、うん、前回の動画が出てから、うん、正直言って勉強はしてたんですけど、どうしても頭の中で反復してしまって、効率がすごいダウンしてしまってて、うん、まあほとんどできてないと一緒だと思います。うん、なるほどね。まあまあ効率は、はい、いやまあその前から効率全然良くなかったからな、そもそも全然ちゃんと勉強してない、はい、やらなきゃいけないことをやってなかったから、はい、まあそれはなかなか難しいとは思いますね。はい、まあただ言った通り、このままじゃ繰り返す、どうせ、はい、次もまたダメってなっちゃうんで、はい、そうならないようにまあ変える。ただまあ環境のせいだけでやってっても受験はうまくいかないからね。まあ労組を重ねる人にありがちだけど、環境だけが原因じゃないから、自分の中身も変えていかないとなかなかできるようにはならないので、はい、はい、ということです。まあね、未だにやりたいですやりたいですっていう DM はいっぱい来るんですけど、ちゃんとあのまともな文で送ってください。帰ってこないな俺って思ってる人、まともな文じゃないからです、やっぱり。で、あとはね、別にね、親にも反対されてたしね。親にはあの事後報告、で父親に、うん、なんで事後報告したんだ、事前に言え。ご申し訳ないですね、はい、それで父親から電話で大反対って、うん、でやっぱり顔を出すのは、うん、って感じ。しかも三郎だったんで、うん、みんなから叩かれるんじゃないかってすごい親が心配してて、うん、それで勉強で飽きたくなったらどうしようって考えてたんで、うん、正直三郎の子でも結構叩かれてたんですけど、うん、ちょっとやっぱりあの養子の部分がどうしても引っかかっちゃって、うん、次も叩かれたらどうしようみたいな感じでずっと思っちゃって、うんうんうん、思っちゃってて。そうね、まあこれがネット社会だからね。はい、ちょっと自分の考えもちょっと浅く出演してしまったら、うん、もう申し訳なかったです。本当に、うん、そう、本当にそれはそう、叩かれる、まあ何かしら叩かれる、まあ、もう三郎っていう時点でもうね、もう叩かれちゃうんだよね、それはね。はい、残念ながらそれがこのネット社会ですので、はいはい、なのでということで、そう、基本みんなこういう風に脱退していくんです。あ、そうなんですか。だってそうじゃん、いろんな受験企画って大体人数減ってくるでしょ。あ、確かに。そう、無理なんです、ネット社会にやっぱ適応できる人っていうのはそういないので、はい、まあそうなんですよね。そういう叩きをやめてくれればいいんですけど、なくならない、それは残念ながら。やっぱこのインターネットっていう世界は良くない良くないって言われてるじゃないですか、はい、それでね、今までもいろいろあったけども、うん、でもそれは消えないんですよ、どうしても。やっぱ匿名ってなっちゃうとみんなそうなっちゃうので、はい、よかったね、本名じゃなかったから。あ、本名じゃなくて本当に良かったなと思って、うんうん、それやるとなかなか大変ですからね。まあその予備校に入って、で早稲田コースを目指すってこと？はい、もう変わらず志望校は早稲田大学にしたいなと思ってて、思ってます、うん、今のレベルからどう上げていくのでは相当大変だと思うけど、はい、森哲先生に最初のアドバイスいただいた通り、塾入るまでは本当になんでこうなるのかとかいうのをちょっと自分で今スタディサプリもう一回見て、その問題を一からやり直してるんです、英文とか。
全然英文法もできてるつもりでいただけだったので正直言って、うんうん、そうだね、はい、まだ早稲田とまあね日東駒線にはとんでもないぐらい壁がありますからね、はい、その壁を越えないといけないんで、まあ、マーチに届くところも相当大変だと思う今のレベルでは、はい、他教科もそうですからねちゃんと、まあ、日本史なんか深くやんなきゃいけないし、国語はどうなのそういうのできんの国語は回答根拠はっきり、はい、今一応柳生先生の授業に、うん、小芝先生のも見終わって、うん、今柳生先生の授業に入って、うん、そしたらなんかちょっと当てはまってみたいで僕にそれで何が当てはまるっていうのは回答の根拠を探し方みたいなね、うんうんうん、ここからここが主語で ここが動詞だから、うん、ここでかかってるからここの文の空、うん、この間の論理展開を埋めに行くんだよみたいな感じで説明で、それでこれとこれとこれとこれはこうなってるから罰だねみたいな感じで丁寧に説明してくれて、正直言って僕にはそっちの方が合ってるかなと思ったんで、なるほどね、はい、そういう感じでやるということですね。はい、皆さんやってこないな相変わらず。そこあとはまあ平さんがアドバイスしたけど、生活習慣は、生活習慣はバイト行ってない日は正直言って8時起きとか9時起きとかで、あんまり朝は早くなくて、で12時までは家で勉強して、12時からは自習室行って、で12時から5時まで勉強して、で帰ってからもう1回勉強。あ、その往復はやめたの？2回行くって言ってたの？あ、やめました、効率悪い、散歩とかに変えました、うんうん、なるほど、そういうので、そうしっかりとね、あ、まだそっか出てないんだ、あの動画は。ちゃんとどういう風に11時間半早稲校では勉強するのかみたいなのも動画出るんで、まあ、そっちも参考にしてもらえればなと思うんですけど、じゃあ予備校入ったらどうするの？バイトは正直言って辞めようかと、予備校入って辞めようかなと思ってて、バイト予備校入ったらなんですけど、親にはちょっとお願いして受験料は後で返すから、このまま予備校通わせて行かせてくれっていうふうに。予備校代は出してくれるんだ。予備校代は前の動画撮ったじゃないですか、あの時に相談したんです。俺の方法は正直言って間違ってたって言って、だから導いてくれる人が必要だから、予備校をちょっと正直すごい考えてるって言って、言ったら反対もしなくて、予備校代は出してやるって言われて、そうなんだ、はい、まあね、拓郎っていうのはそれがあるからね、はい、なかなか、そう、道を見せてもらえないからうまくいかないって人は実際多い。まあまあまあ、そのためにあるものですからね、受験予備校っていうのは、はい、考えてるってことですね、はい、なあ、そう、やっぱコメント多かったら何でも教えなかったのっていうのが多かったね。正直言って逃げてました。あ、もしから、はい、どうせ結果本当に親にも受けろって言われてたんですけど、まあ、私立で全然形式違うじゃないですか、だから受けなくても別に大した影響はないって言って、そういう風に自分をなんか本当に逃げてたって感じで、意味わからんみたいに書いてあったね、やっぱりね。あ、コメント欄読まなきゃいけない。坂上にも言ったけど無理だったからね、坂上さん自体も読んで、はい、それがあと容姿のね、まあまあ出ちゃうんですよ、それはもう切りないから。そもそもコメントへのコメント見れないし、こっちクリックしないと。でそういうのもあって、あとはだからね、そういろんなのが来ちゃって大変、もうこれやってください、あれやってくださいとか、もうメンバー私なりたいですっていうのも来れば、あとはお金くださいっていうのも来てたな。それはよくわかりません、ね、でもでも受験のその動画出るんでお金くださいみたいな、いやいやいや、おい、受験生版タイガーファンディング出てくれ、それだったらうちに直に来ないでって思うんですけど、はい、そういうのもあったりしました。まあこれがね、受験のリアルだし、ネットのリアルです。こうして皆さん脱退していきます。でもまあ珍しいんじゃない、脱退をこうちゃんと報告する動画って。だいたいみんなだってやめますって言っていなくなるから。あ、そうそう、ちゃんとした報告を出さずにやめるから、まあそれはそれで珍しいパターンだから、まあいいかなと思う。ちょ、 DM で返すのはちょっと失礼かなと思ったんで、一応直接会ってでもまあまあまあ、なかなか難しいよ。そう、だから責任のあるものじゃないから、やっぱこの受験企画ってお金もらってやってる人たちっていうのは、まあ芸能人とかね、受験企画っていうのはそういうのきちんと、ね、給料が発生してやってるから責任が生まれてやるけど、こういうのはなかなかね、その YouTube 上とかっていうのは給料もらってやってるわけじゃないから責任が発生しないので、その分こうなるのは当たり前というか、よくある。そうだよ、しかもだって大人じゃない、違うのも、でも三郎だから本当は大人扱いしなきゃいけないんですけど、はい、大人じゃないたちはやっぱりそういうのを逃げる。だからほら、ツイッターでその応募してくる人とやり取りしてても、どうせ責任がないから、あ、既読無視とか、だからほとんどが逃げちゃうわけ、結局は。やり取りしたって逃げてしまうから、うん、そういうものなんです。やっぱなかなか責任感を持つっていうのは難しいことではあるので、責任感が持てる人っていうので、新メンバーは責任ある大人を入れようと思ってます今、はい、女性メンバーを入れる予定です。で、女性メンバーって結構きついんですよ。こうバーって書かれて、それにもう嫌になっちゃうっていう人を本当に何人も見てきてるので、でも彼女は大丈夫なので、
はい、その方をね、まあ、入れようかなと思っております。はい、そんな感じです。はい、まあ予備校で頑張っていくって感じですね。はい、そういう感じでした。じゃあまあ視聴者の皆さんにどうぞ何かあれば、はい、中途半端なとこで脱退してしまいすいませんでした。1回しか出てないからね、これね、1週目を2回で出しただけだからね。はい、はい、では小畑くんに言ってください。小畑くんはメンタルも多分すごい強いと思うんで、本当に小畑くんは正直言って、いつもコメント欄とかでこんな気持ちでやってんのかなと思うとやっぱりすごいと思ったんで、本当に受験頑張ってください。僕も頑張ります、予備校で。という話でした。はい、マジでした。はい、ご紹介ありがとうございました。デキボチンさん、そうです。なんでね、はい、はい、まあしょうがないんだけどね、子供がコメント欄も書くからその分どうしてもこうなっちゃうんですね。で本当にニキビのこと実は結構気にしてて、うん、で今病院行ってこれなんですよ。うん、別にまあわかるけどね、オブダックってその年の時は日記だらけだったからさ、自分そういうのね、あ、辛い人には辛いからね、はい、まあ、俺は何とも思わないからさ、日記の人をとかっていうのはないからね。でもまあ子供たちにはそういうのありますからね。はい、という感じでした。はい、ありがとうございました。